バレリー・クジミーチ・ニッポムニー氏は、ロシア国籍の元サッカー選手、サッカー指導者。カメルーン代表を指揮し1990年、イタリア W 杯で、アフリカ勢初のベスト8に導き、アフリカサッカーの地位を向上させた人物。父親は、第二次世界大戦で死亡。母親が、アルタイ地方のスラブゴロドにあった、軍需工場で働いていた時に生まれる。 その後、兄を頼って移り住み最終的には、トルクメンソビエト社会主義共和国のセルダルで、幼年期を過ごす。16歳から本格的にサッカーを始め、1961年に、トルクメン年代別代表に選ばれている。同年からスキーフ・アシガバートでプレーし、その後スパルタク・サマルカンドで、フォワードとしてプレーするものの、 腎臓に疾患が判明したため引退し、指導者への道を歩む。アシガバードのサッカースクールのコーチとして指導をし始め、1969年トルクメン、州立大学卒業、1979年と1982年から1983年には、コルホーズアシガバードでコーチとして指導する。その間、 1982年から1988年までトルクメン年代別代表監督として活躍した。当時、ソビエト連邦では冷戦の中で共産主義人へに取り込もうと開発途上国に支援を行っており、その一環として指導者の海外派遣を行っていた。1984年ニポムニシはモスクワスポーツアカデミーに呼ばれた際に海外派遣が決定し、 スリナム・チュニジア・アルジェリアなどが候補に上がったが最終的にはカメルーン派遣に決まった。1988年にカメルーン代表監督に就任。ニポム西本人は年代別代表で指導するものと思っていたがちょうど A 代表監督のクロード・ルロワが退いていたため A 代表監督として2年契約している。ルロワの下、カメルーンは アフリカネーションズカップ1988で優勝しており、その後の W 派予選を呼び、本大会出場を目指して動き始めた。ニポムニシが監督についた時点で、ルロワ監督の元 W 派予選の初戦である、ホームアンドラ戦を1-1の引き分けで終わっていた。ニポムニシに交代した後の2試合で、ガボンナイジェリアに1勝1敗。 つまり参戦終わって一生ぱい一分と追い込まれた。そこから残り3試合を3連勝で飾り、本大会出場を決めた。W 杯前のキャンプ時点で、ニポムニシは年齢的な問題から当時38歳のロジェ・ミラを招集していなかった。練習試合で不調続きであったこともあり、ネーションズカップ優勝にも貢献したミラの招集をカメルーン大統領。 ポールビアや与党政治家、カメルーンサッカー連盟などが強要したため、招集すると、チームは立ち直る。グループリーグ初戦で、ディエゴ・マラドーナや、クラウディオ・カニーヒアを要した前回優勝のアルゼンチン代表を破り、その後、ミラの活躍もあり、グループリーグ1位で突破し、W 杯の台風の目として、アフリカ勢初の W 杯ベスト8進出に貢献した。 1990年11月、契約満了に伴い退任する。1991年1月から5月の間、中国サッカー協会とテクニカルコンサルタント契約を結ぶ。同年12月ソビエト連邦の崩壊、その後1992年からはトルコシュペルリガのクラブチームで監督を歴任した。その後東アジアに転身。 1994年、韓国系リーグ、富川 SK 監督に就任する。リオツ姿、印象感を中心に中盤をパスで支配する攻撃的なサッカーを展開し、当時の韓国では珍しいチーム作りを行い、日本サッカーというサッカー造語までできるほど1990年代の韓国サッカー界に衝撃を与えた。 1999年から中国スーパーリーグ新妖会氏監督に就任。2000年度中国リーグ最優秀監督。2001年 J リーグサンフレッチェ広島の監督に就任。4から3から3を取り入れ攻撃的なサッカースタイルを取ったが、守備練習にほとんど時間を割かなかったため、ファーストステージでは、 守備が機能せず低迷し、J2 攻角の危機に陥った。セカンドステージでは、オレグパシニンの加入もあり、相手に合わせて、柔軟にシステムを変化させることで、攻撃陣が爆発。セカンドステージ3位という成績を収めた。同年末、1年限りで退任する。2002年、三刀ロノー監督、その後上海進化監督に転身。 二つのクラブでリーグ優勝など数々のタイトルを獲得した。2005年、上海のクラブ上層部と対立したため退任する。2006年1月、ウズベキスタン代表及び同国の強豪である FC パフタコールタシュケントの二つを兼務する監督として就任する。しかし、AFC チャンピオンズリーグ2006でのグループリーグ敗退により8月に、 パフタコール監督は解任される。代表監督に専念するも、AFC アジアカップ2007予選では、香港を相手に2002分と苦戦するなど、最終節まで本戦出場が確定できなかった責任を問われ、予選最終節となった11月15日、カタール戦後、健康不安のためという理由により辞任した。その後は、ロシアの TV チャンネル、 n ぬ TV プラスのサッカーコメンテーターとして活躍。2008年9月からロシアサッカープレミアリーグの FC トム、トムスク監督に就任。2011年9月成績不振により更迭された。結局トムはこのシーズンにロシアナショナルフットボールリーグに降格している。2012年6月、PFC チェスカモスクワと テクニカルコンサルタントとして契約している。2014年7月、再び2部に降格したトムは、リーグ序盤調子の上がらないため走りバスカコフ監督を、退ぞかせ、バレリーは監督として復帰した。当時の共産圏では、労働団体ごとにスポーツクラブを形成していた。コルホーズは、農業団体系のスポーツクラブ。サンフレッチェ広島の今西和夫総監督は、 この時に見て、後に監督オファーを決意した。またこの時のことを評価されサッカー、大韓民国代表監督候補として名前が挙がっている。公式発表では、夫人の体調不良が理由であり、退任直後のロシアメディアでのインタビューでも夫人が、夏の暑さと自信を嫌がったためと答えている。中国メディアでは契約解除と同時に、 三党ノーが接触したと報道していることから、三党側発表ではヘッドハントしたとは言っていない。一方で、広島版記者である中野和也は、当時の取材の結果、三党による金銭的な引き抜きによるものと断定している。ありがとうございます。